はい、今日はですね、岡山県の、倉敷にあります矢影屋さん、こういう古民家風のですね、すごい素敵な、旅館さんに泊まらせていただいてるんですけど、今からちょっとお風呂の方に行ってみたいと思います。すごい。すごいね。いろんな形の、いろんなタイプの部屋があるみたいですね。はい、湯が出てきました。はい、湯に突入。よいしょ。着物を下駄箱にお入れください。ですね、よいしょ、ここに入れると。開いてんの？あ、これ開けんの。よいしょ、こんな感じで見えたね。よいしょ、よいしょ、誰もいないことを確認した。ここから先はいるみたいですね。ここまで。